こんにちは、こんばんは、ボスコンくんちゃんのパパです。今日はね、ボスコンくんちゃんとちょっとねホームセンターにお出かけに行くので、よかったら最後までご視聴くださいということで、皆様お気づきになったでしょうか。オープニングが変わりましたということで、エンディングも変わっております。ぜひね最後までご視聴ください。どうでしょう、オープニング、新しいオープニングでございます。またねよかったら最後まで見ていただいて、新しいオープニングとエンディング、コメント欄にて、感想をお聞かせくださいということで、ボスコンくんちゃんね、車に乗っております。久しぶりのボスコンね、車でございます。以前からね皮膚の調子がねあまり良くないと言っていたんですが、回復方向に見られるということで、ボスコンホームセンターにやってきました。どうでしょうか、クインちゃんも。でね、今何待ちかと言いますと、大型兼用カートがないです。大型兼用カートがねちょっとね中の方にしまわれているので、待っております。やっぱりね小型兼カートはね何個も置いてあるんですが、大型兼というのはねホームセンターでもねなかなか来られないということで、結構ね台数が少ないです。あっても3台、まあ場所にもよりますが、基本ね2台とか、多くても3台ぐらいしかないんじゃないかなと、パパね、近所のホームセンターで思います。で、見てください、もう狭苦しい、もう見苦しいということで、もうねキツキツでございます。本当はね1台ずつなんですが、ちょっとね見てください、これもうね待てない、私も待てない、僕も待てないということで、同じカートに入ってねきっつきつい。この後ねクインちゃんねちょっとね動画にはないんですが、暴走にね怒ります。狭いねんと、お前狭いねんとクインちゃん怒ってね、最終的1台1台のねカートになりました。やっぱりね超大型犬、1人でもね狭いのにね1台のカートにね2匹入るとねかなり狭苦しいというか、もうね息ができない。暴走の今の顔見ましたか、もうえというようなね顔がまた可愛い。そしてやっぱりねボスコンクインちゃん、よく来るホームセンターということでね、店員さんにイコイコしてもらってね可愛がってもらっております。で、店員さんがねボスコンばっか去ってるとねクインちゃんがね嫉妬します。で、ボスコン入りきってないよと、もうお店が暑い、これからの時期ね、外は寒くなるっていうことは、お店はね、暑くするということでね、店内が暑い。小型犬は大丈夫かもしれませんが、我が家のね超大型犬、特にボス君にとったらかなり暑くてね、もうよだれがすごいということでね、もうねごめんなさい、よだれがねポト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 と垂れております。噛みました。帰りの車ではもうクインちゃん疲れ切ってるよと、まったりこんな感じ。パパの車はねセダンなんですが、ワンちゃん用のね飼い主さんで購入したペット用シート、1日か2日でね潰れてしまって、今こんな感じでございますが、もうねあんまり意味がない。あんまり意味がない。で、ボス君ね、ずーっと外見ています。ボス君はずーっと外見てね、クインちゃんはね、外見たりね、寝転んだりしていてね、もう帰った後の掃除が大変。もう、車内もよだれだらけ、車もよだれだらけということで、もう後でちょっとね、ちらっとお見せしますが、もうボディがね、よだれがすごいです。で、クインちゃんのね、このまた目くそそこらつけたり、もうすごいですよ、これ。もう見てください、皆様。これね、帰ってからもう毎回、ボスコンくんちゃんね、帰った後、お掃除して、洗車して、車の中掃除して、換気して、でね、お出かけより長くかかるというね、エピソードでございます。で、帰ってきてボスコンまったりしております。まったりぐったり、パパが近づくと尻尾をパンパンと振って、くんちゃんはもうビュン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 、もう遊ぼうよって、どんなに元気やねんと。もう元気すぎる。今日はね、ホームセンター以外にもね、ちらっとね、ちょっとね、河川敷の方行って、ボスコンくんちゃんね、遊ばしていたんですが、もうね、もう、あれもこれも忙しくてね、撮影できておりません。で、帰ってきてくんちゃんね、おもちゃが取れないと、くんちゃんね、おもちゃ取れないとき、こうやってパパ呼びます。パパ取って、とね、なんで取れへんのと、なんで取れへんのってね、パパが見に行くと、おもちゃがね、ワンちゃん用シートね、干していたんですが、ちょっとね、風で上に煽られて、この隙間がありました。で、おもちゃ投げます。おもちゃ取ってこいと。で、クインちゃん取りに行きます。クインちゃん取りに行って、その間にパパはこっち直してね、毛が抜けますんで、抜け毛とかね、取って、この後ね、こちらもね、洗濯しました。で、クインちゃんおもちゃ持ってこないな。なんでおもちゃ持ってこへんのってね、パパ待っていますが、おもちゃ取りに持ってこない。噛みました。おもちゃ持ってこない。で、なんでかなって思うと、またね、おもちゃ向こう側行ってしまってね、クインちゃん賢いです、結構。
おもちゃ取れないときね、パパを呼ぶっていうのはね、誰に教えてもらったのかなって思いますが、ボス君、ボス君、かわいいでございます。おもちゃがあっち側に行ってね、クインちゃん取れないので、早く早く早くと、ということです。もう今日はね、めちゃくちゃな動画ですが、よかったらね、明日も楽しみにしていてください。またエンディングね、今から、新しいエンディング、どうぞ。